グッドデブニー、ホーリンデブ橋です。皆様、僕のこの間出した本、じゃーん、ホーリンデブ橋のエンタメレシピ、見ていただけましたか？はーい。なんて皆さん優しいんだ。エンタメレシピという名前の通りね、もう超簡単で楽しく明るい気持ちになれるようなね、エンターテイメントなレシピを、いろいろ入れさせてもらったんですけれども、この間ね、あげた動画では、コンビニのね、サラダチキンでチャーシュー麺作ったりとか、ポテチの残りカスでおにぎり作っちゃったりとかね、そういった動画もあげたんですけれども、まあね、あのデブそんな料理しかできないよってね、ちょっと勘違いされたくもないのでね、今回もうちょっとね、あの料理っぽいもの、踏み込んだものをね、ご紹介させてもらおうかなと思います。今回も厳選した2品ご紹介します。一つ目はね、パスタね、まあ麺茹でて、そしてソースで絡めてとか、まあお家ですると思うんですけども、いつも思うんですよ、パスタ茹でてる時間って無駄じゃないって。茹でてる7分に同じ鍋で同じ調理工程でソースまで作れたら超簡単だなと思って、思いついたのがこちら、トマト丸ごとチーズパスタ。じゃあこれどうやって作るのか、この作り方もね面白いと思うので最後まで見てください。それでは始めます、クッキングタイム。さあ始めますね。なんかね、僕がこのキッチンにいる絵ってね、多分初めてなんじゃないのかな。ね、もう本邦初公開ですよ。まずね、使うのはこちらのフライパン。鍋でパスタ温めない、もうフライパン一つでね、基本何でもできた方が超楽じゃないですか。洗い物少なくした方がいいのでね、フライパンでパスタを茹でていきます。オン、沸騰するまで待ちましょう。さあ沸騰しました。そこにね、いつも通りこのパスタ麺を入れていくわけですよ。今回はこちらのママですね。パスタ普通に作るだけです。まずこうやって入れるじゃないですか。多少に塩を入れた方がいい。僕のパスタだけに限らず、こうやってね、パスタ茹でていきます。こっからがオリジナルレシピですよ。このトマト。ね。こちらのトマト、まずヘタをこうやってね、手でぶちって取った後、これもこのまま一緒に茹でていきます。すごくない？この麺を茹でてる時に、トマトも一緒に茹でちゃうの。ね、そうするとさ、この麺を茹でる時間を利用して、このね、トマトを一緒に茹でて、熟熟なソースを一緒に作っていくということがポイントですね。多分ね、皆さんこのね、今茹でてるパスタとトマト、それよりもね、気になったのがこれ、トング。そう、我が家では、ね、菜箸よりもトングの方が楽だって気づいちゃいました。これで、指定時間は7分なんですけれども、ちょっとね、1分短く少し固めにね仕上げたいので、6分間待っていきます。もうそろそろかなっていう時なんですけど、ちょっと見てくださいこれ、ね、こうやって一緒に茹でてると、徐々にね、これ皮めくれてくるんですよね。これいいんです。最後にもう皮むいちゃうので、ね、これはこのままやっちゃってください。そして麺を揚げるタイミングで取り出すのはこちら、とろけるチーズ、いわゆるピザチーズですね。これをまずこちらのお皿の上に開けちゃいますね。え、たっぷり、よしよし、たっぷり入れちゃいますね。よいしょ。そしてこのね、今から麺を揚げますけれども、この麺を、よいしょ、よし、麺を揚げたあとですね、ここで一気にこうやってもう混ぜてっちゃいます、ね、そこでもうチーズパスタをまず作っちゃうってことですね。ほら、徐々にほら、こうやってね、ツヤッツヤになってきたの分かる、ね、これだけでも美味しそうでしょ、もうチーズパスタ。これをね、やっぱり茹で上げた直後の麺だからこそ、この熱でね、チーズが溶けてくれるってのがありましたね。そして、これが出来上がったら、こっからですね、
トマトちょっと最後だけ一瞬ひっくり返します。そうするとさ、ほらこうやってわかる？皮めくれちゃうの。だからもう皮はもうここで取っちゃいます。こうやってよいしょ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 、ここでもう皮をね今一気にもうめくった後、さっき作ったねこちらのチーズパスタの上にドカーンと乗せちゃいます。さあ、そしてここからダブルチーズのお時間です。さあ、そしてこのドカーンとね乗せたチーズパスタに、えいってこれでもかっていうぐらいね粉チーズをかければ完成です。さあ、出来上がりました。トマト丸ごとチーズパスタです。ねえ、もうこのトマト真ん中にドカンと乗ってるビジュアル結構インパクトあるでしょ。でも本当にあれ、これって単にチーズパスタにトマト乗せただけじゃないと思った皆さん、違うんです。今からソースが出来上がるんです。見てください。用意するのはこちらのフォーク。このトマトね、こうやってね押し付けていくとね、さっき茹でたばっかりだからこそこうやって柔らかいトマトになってるから、ぐじゅぐじゅにね、ほらこうやってどん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 このフレッシュなソースになっていくの、わかるかな。これがさ、生のトマトだったらこうはいかないじゃない。このね、じゅくじゅくになったこちらのフレッシュトマトソース、それを先ほどのチーズパスタとね合わせてくる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 していただくわけなんですよ。じゃあいただきます。もちろんデブリシャス。いやあのね、フレッシュなトマトを使ってるからこそすごいみずみずしくて爽やかなのね。よくトマトの缶詰とかあるけど、もうフレッシュさ抜群とか言ってたもんです。やっぱりね、言うなれば所詮缶詰じゃない。それ作って時間も経ってるし、でもまさにこれ新鮮な生のトマトをそのまま茹でて、フレッシュさ抜群のトマトソースをそのまま味わい、ただね、そのフレッシュすぎても味わいがちょっと薄くなっちゃうじゃない。決して完熟した工程を経たトマトソースじゃないので、ちょっとこのねフレッシュさ爽やかさはあってもちょっと味わいが物足りないなっていう時に、このねとろけるチーズ、そして粉チーズが奥行きをね持たせてくれるわけなんですよ。だからね、ちゃんとね胃にかなってる美味しさ。いやー、なんかあれデブのレシピって言ったけど、なんか全然ちょっと油使ってなくてヘルシーじゃないと思った皆様、確かにこれヘルシーです。だからね、僕にとってはもう前菜ならぬ全パスタなわけですよ。だから今回は一品で終わらないです。まずこの前菜的にねパスタを食べた後、紹介するのはこちら、じゃーん、ひき肉ですね。え、今回は牛豚のひき肉。ひき肉で作る料理ってそうハンバーグだよね。もう僕も大好きハンバーグね、お腹もハンバーグみたいですけれども、よくチーズ入りのハンバーグってあるじゃない。僕はね大好きなんですけど、こう真ん中にチーズ入ってるとそのサイドの部分でさチーズなくないと思うわけですよ。だからどこから食べてもチーズに当たるようなチーズハンバーグ作れないかなと思って用意するのがこちらね、ベビーチーズです。こちらのプロセスチーズと呼ばれるものなんですけれども、このプロセスチーズって実は熱に強いんですよね。ピザチーズみたいなあのチーズ入れると鍋でも溶けちゃったりするじゃないですか。でもベビーチーズは溶けにくいからこそそのまま柔らかくとろっとなるんだけど形は残るんだよね。だからこそこれと一緒に混ぜ込んで焼いちゃえば、どっから食べても必ずチーズが当たる、その名もどこどこチーズハンバーグ。というわけで早速作っていきましょう。じゃあ作っていきます。ハンバーグ作るときってさ、そのなんか中にちゃんと火が通ってるのか心配じゃない。そういうのもね、今回のこのレシピで解決していきます。まずひき肉をジップロックの中に入れていきます。なるべく洗い物少なくしたいし、なんか手が汚れちゃうのちょっと嫌じゃない。だからもうジップロックでもうこねちゃうっていうのがね、個人的には好きですね。約 200g ね今回使っちゃいます。
ここにね、ベビーチーズを入れていくわけなんですけど、これはね、もう手でこうやってちょっとちぎっちゃいましょう。ちぎってこの中にイン。ね、やっぱり料理は楽しく。ね、ビュービービーチーズね、安いからもう今回この1パック4個全部入れちゃいましょうか。チーズ祭りですよ。こねこねしていきます。そして、ね、塩コショウもね、ちゃんとこう入れて味付けした方がいいですね。じゃあ焼いていきます、ね、このフライパンの上に開けていきます。これでね、伸ばすわけね。ふっくらさせるタイプももちろん美味しいんですけど、これのいいところはチーズが入ることによってジューシー感がねちゃんと出るので、少し平べったくすると、あ、中まで焼けてるかなっていう心配がなくなる。これで表面がこんがり焼けて、ひっくり返して蓋をしてちょっと蒸し上げたら、もうそれで完成です。あほら、ここ見て。ほら、もうすでにね、チーズがとろけ始めてるでしょ。でもこれがミックスチーズ、ピザチーズとかだったらもう溶けてなくなっちゃうんだけど、このプロセスチーズだからこそね、とろとろのまま残り続けるわけです。出来上がりました。どう？美味しそうじゃない？見ての通り、ほら、ちゃんとね、チーズとろけてるけど残ってるでしょ。これがね、やっぱりこうプロセスチーズ使う意味なんだよね。早速いただきます。うお、ほら、どう、今ね、もうジューッとほら肉汁出てくるでしょ。ほら、いただきます。まずほらほらほら、断面見て、断面ね、チーズちゃんと残ってるよね。いただきます。おいチーズ。あれながらすごい美味しいね、これね。チーズに必ず当たるってなんでこんな幸せなの？安心できるチーズの存在感ですよ。間違いなくデリシャス。こちらのどこでもチーズハンバーグ、まさにハンバーグ。というわけで皆さんね、そんなレシピ盛りだくさん載せてるこちらのホーリンデブハッシーのエンタメレシピ、よければぜひ楽しんでください。それではまたお会いしましょう。デブはナイスデー。